はい、うっちゃんねるです。今日はコロンボに来ています。今日は実は土曜日なんですけど、グッドマーケット、土曜日だけこちらでやっている日本でいうファーマーズマーケットみたいなマーケットがあるんですけども、オーガニックの製品とかですね、いろんな製品があるわけですけども、グッドマーケット、なんと実はですね、今日すごい少ないですね。逆にご紹介しやすいかもしれません。こちらはココナッツシュガーあります。オーガニックのナチュラル、オーガニック、オーガニック、ジャフナ、ジャフナ地方のね、パルメアヤシを使ったシュガーですね、などいろいろな商品を使ってますけども、ポップアップショップ、ポップアップショップ、エクロックショップ、ロックショップっていうのはね、はい、後で本店行ってみたいと思います。天気、ココナッツ屋さんとか、ココナッツエステートから来てますね。そしてこちらは、これは古本屋さんですよね。これはスリランカハーバル、ハーバルライスを作れるんですね、こちらで。そう、こちらアッパーですね。先日こちらのアッパー食べたんですけどね、はい、アッパー、ショップっていうのショップ only this OK thank you。 こちらもいろんなプロダクトがありますね。ちょっといろいろありすぎてわかんないぐらいありますけども、モルディブフィッシュサンボルとかですね、マンゴーチャツネとか、ライムフィグル、いろいろな商品があります。いいですね。そしてこちらはカシューナッツ屋さんですね。カシューナッツ屋さん、そうな、カシューナッツじゃないこれ。あ、でも5800ルピーもするけど、ショップっていうのはショップ Yes、 ボラレスガンマ、ボラレスガンマ、ボラレスガンマ、どこにあるんだろう。 Thank you。 ついいろいろいただいてしまうんですけど、ボラレスガンマにお店があるそうなんで、今度行ってみたいと思いますね。ビジネスカードティーナーだフィニッシュ、うん、OK、Thank you。 はい、そしてこちらがジュースですね。ジュース飲んでみようかな。アボカド、マンゴー、パッション、ジュース、 Yes、 ランブータン、 Yeah、 ランブータン、ランブータンジュース、 No、 ランブータンはジュースないんだ。なんだ、ランブータンのジュースは飲みたかったけど、残念ながら比較的200、300、安いお手頃価格のジュースですね。はい、美味しそうだね。こんなのあんの、あ、素晴らしいじゃないですか。これもちょっと魅力的ですけども、あ、ジュース、ここでね、いつもジュース私飲むんですけど、あんまり今日はお客さんがいない感じですね。ジュースをこちらで後で買ってみたいと思いますけども、こちらは卵の放し飼いのところですね。赤米なども売ってます。いろんな商品ありますね。多分ホームメイドのいろいろなものがございます。スリランカっぽいのもある。こちらオーガニックなんですね、基本はね。こちらはカラワラですね。カラワラ、ドライフィッシュ、ハーバルドリンクなども売っています。本当に今日はね、少ないです。今週少ないのでご紹介しやすいですけど、こちらオーガニックのお野菜など売っております。こちらがですね、この品揃えから見るとジャフナのものですね。ジャフナのいろいろな商品、タミル語ですもんね。ジャフナ地方にあるようなお菓子のあるお店です。ジャフナフードプロダクト。そしてこちらがピクルハニーとカードですね。ミーキリ、ミーキリ、はい、いいですね、ミーキリ。そしてこれジャガリーですね、ハクルなんですけど、これね、皆さん見てもらうと分かるけど、溶けてるじゃないですか。こういうものはね、本物なんですね。混じりっけないと溶けてきちゃうんですよ。そう、そしてね、こういうね、黒じゃなくて茶色っぽい色になるんですよね。これがね、特徴ですから、これ多分すごい美味しいです。このお店もいいです。はい、そしてジャックフルーツですね。そしてこちらはいろいろピクルス、
グッドマーケット回ってきたんですけれども、ちょっと気になったものをこちらで食べてみたいと思います。まずはこちら、奈良ミントクラッシュということで、いただきます。酸っぱ、酸っぱいけど逆にいいですね。スリランカ甘いジュースが多いんで、これはちょっと新鮮です。そして冷たいので、とても暑いこの時期いいと思います。こちらですね、ミルク&ハニーさんというお店、こちらのシナモンロール、これがねめっちゃ美味しそうなんで食べてみましょう。はい、こちらも甘さ控えめでいいと思います。そしてこちらクッキーみたいな気になったんで買ってみました。あれ硬い。はい、ではいただいてみたいと思います。ちょっと硬いけど美味しいですね。こちらも甘すぎずスリランカとは思えない感じですが、ミルク&ハニーさん、コロンボセブンにありますので、お店がぜひこちらも訪れてみてください。はい、というわけで今日はグッドマーケットからお届けしました。はい、ありがとうございました。はい。